非放射能、非放射能、非放射能、スペシフィックレイディアクティバティ、または、スペシフィックアクティビティ、または、質量放射能とは、放射性同位体を含む物質の単位質量あたりの放射能の強さのことである。言い換えれば、単位時間、単位質量あたりに、同一の放射性物質が改変する回数であり、SI 単位で表せば、ベクレル、G となる。 他にも SI 窃盗時を用いて KBQ やマイクログラムなどの誘導単位として表記されることもある。特に同一の放射性物質を単位質量だけ集めた時の放射能の強さのことを言う。放射性物質で汚染された空気、液体、土壌、食品等も同様の単位あるいは質量ではなく体積あたりの放射能の強さで表されるがこちらは単に放射能濃度あるいは 単位質量あたりの放射能という。なぜこのような量を考えるのかといえば、原子数、質量を、放射能は、すべて1対1に対応して、それぞれに換算が可能となるからである。さらには、すべて1対1対応するため、半減期の計算で、放射能の強さは、原子数や質量で置き換えても成立する。つまり、非放射能の概念を理解することによって、 放射性物質のグラムからベクレルの換算などが可能となったり、原子数からベクレルの計算が可能となったりする。前者の場合漏れ出した放射能を質量で表されてもベクレル総量に換算できるし、特に後者の場合は系列をなす簡単な系を考え、例えば、い、e、い建村で話題になった、ネプツニウム239プルトニウム23系。 最初の物質の半減期が極めて短く、ほぼすべてが改変してしまったと考えれば、非放射能から原子数が等しいと近似して、前者の放射能が分かれば、後者の放射能を近似計算できるといった方も可能となるわけである。次元は MT であり、単位はベクレル、キログラム、ベクレル、G、C、G などである。非放射能が大きい放射性物質ほど、 多くの放射線を出す能力があると言える。これは、半減期の微分方程式より、ある時点での崩壊数、N が初期値 N や、崩壊定数、ラムダに比例することより、明らかであろう。放射性物質には、それぞれに固有の半減期があり、同じ質量、陽子と中性子の数の和が等しいや、同じ元素、陽子の数が等しいの放射性同位体であっても、 それが改変によって放出される放射線の量が異なる。半減期が小さいほど多くの放射線を出すために非放射能は半減期と半比例の関係にある。なぜならば半減期の微分方程式より微小時間 DT 内の崩壊確率はラムダ DT で表されるためである。この関係を別の方法で表現するならば、まず半減期は で与えられたことに注意しよう。ここで、ラムダは、崩壊定数である。ここで、ラムダがいろいろな値を取ると考えてみよう。LN は定数であるから、ラムダが大きくなれば、明らかに半減期は小さくなる。一方で、ラムダが小さくなれば、半減期は大きくなることが直ちにわかる。同様に、崩壊定数を、のように表せば、半減期が短いほど、 崩壊定数が大きくなるという同様の関係が成立することがわかるだろう。この事実は例えばセシウム134の半減期を2年、セシウム137の半減期を30年とし、崩壊定数を計算してみると前者は、であり、後者は、と、明らかに、と半減期の短いセシウム134の崩壊定数の方が大きくなっており、 半減期長いセシウム137の崩壊定数の方が小さい。これは半減期が短いほど崩壊定数は大きくなり、逆に半減期が長いほど崩壊定数が小さくなるという事実を表している。原子数が N である放射性各種の放射能は崩壊定数ラムダを用いて知式で表される。非放射能 A は 単位質量あたりの放射能であり、放射能、ラムダ N を各種の質量で上すことで求まる。ここで、メートル、G モルは、質量数、N、個数モルは、アボガドロ定数である。非放射能、A を、半減期、T、S を用いて表すと、半減期の単位が年の場合は、各物理パラメータは、各各種ごとに、固有の値が与えられ、 各,各種ごとに非放射能を求めることができる。例えば、カリウム40の非放射能を求めるとすると、カリウム40の半減期は12.48億年なので、と算出される。非放射能の計算方法を述べよう。まず、放射性同位体の質量数の意味は、陽子数中性個数であり、物質量の規則より、アボガドロ定数。 質量数イコール1ムあたりの原子数という公式である放射性物質が1ムあった時半減期が短すぎるなどで一瞬で崩壊するなどは考えないその中にある原子数がこの公式で与えられるわけである1ラムあった時の原子数が知りたければこれに線をかければよい他の質量であっても同様に換算できるここで 半減期の微分方程式を思い起こそう。ここで、崩壊定数の時間の単位を秒で求めておく。まず、崩壊定数を求めて代入すると、1秒後には、n になっているから、nn イコール1秒間に減少した割合、つまり、この式は1秒後の残留割合を表している。初期値の原子数を、 A と表せば、この割合に A をかければ1秒間に改変した原子数がわかるので、それが1秒間に改変する原子数、つまりベクレルであることがわかる。ところで、A 原子数は 1g あたりで計算してあるので、求めるべき量は、である。ここでは、半減期が十分長く、初期の原子数が多すぎない場合の計算について扱ったが、 微分を用いる計算方法も存在する。その場合、トンイコール0における微分係数を一時禁止として、トンイコール1の時の残留割合として計算するわけである。崩壊定数も参照せよ。いずれにせよ半減期が十分に長く、原子数が多すぎなければ、どちらの手法で計算しても1秒間での放射能の減衰は無視できるた高さは少ない。ここでは、 具体的に半減期を溶化とする 1g の要素131の非放射能を求めてみよう。まず 1g あたりの原子数を求めれば、つまり 1g の要素131は4.5970個の原子、核でできているわけである。次に崩壊定数を秒で求めれば、である。1秒後の残留放射能の割合は、初期値の、つまり崩壊したのは、これを、 初期値 A にかけると、つまり 1g の要素131あたりの放射能は4.5970ウェクレル G ということである。1kg あたりの非放射能を求めたければ1000をかければ、よく4.5970ウェクレルキログラムである。なぜならば、上記の計算では、初期値を最後にかけているため、初期値が増えてもその割合だけしか非放射能は増えないというわけである。 逆に1ベクレルあたりの原子数を求めたければ4.5970で4.5970を割ればよく10の原子数があることになる。よく半減期で10倍経過すれば放射能はほとんどなくなるなどと言われいるが、あくまでベクレルで計算した場合でほとんどなくなるに過ぎず、このように原子数で考えれば1000分の1など高が0が3つ少なくなるだけであり、 原子数レベルでほぼゼロになるには、途方もない時間がかかることが十分理解できるであろう。上記の議論のように、半減期8日の要素131の日、放射能は4.60ウェクレル、キログラムであるが、半減期30.1年のセシウム137の日、放射能は3.20ウェクレル、キログラムである。同じ質量の要素131と、 セシウム137を比較した場合、要素131の方が1秒間で約1000倍多い放射線を出す能力がある。純粋な放射性同位体に対して質量を基準に論じた場合において半減期が長い放射性物質の方が危険という表現は完全に誤りである。放射能を基準に、すなわちベクレル単位で見た場合には長寿命各種の方が危険性が高い。 非放射能の考え方は、医療分野、考古学分野など、放射線を用いた検査を行う、どの分野においても使用される。一般的に、非放射能が高い標識化合物を使用した場合、各種検査の測定感度は向上する。しかし、生物や細胞に対してためがい作用が増える、定量が不正確になる、溶液の不均一が生じやすいといった問題点もある。 ここではいくつかの各種の非放射能の一覧を掲載する。アボガドロ定数を6.020とし、有効数字は3桁とした。計算式はラムダ N である。アボガドロ定数割る質量数で1ムあたりの原子数が求められるのは定義により明らか。1ベクレルあたり原子数は崩壊定数の逆数である。フォーミュラ1、遠いで、 左辺を1とした時の量であるから、両辺を割れると得る。また1ベクレルあたりの質量は、ラムダ N の逆数である。定義により、フォーミュラ2であり、フォーミュラ3であったから、A ベクレルを1にするには両辺を、ラムダ N で割れると得られる。例えば1グラム2ベクレルであれば、1ベクレルは0.5グラムなのは明らか。機能的に同様の計算を行えばよい。 ポロニウム及び超ウラン元素は、ウラン238の非放射能を1としたときに、何倍の非放射能を持っているかも有効数字3桁で記述した。アルファ崩壊を起こす各種のアルファ線のエネルギーは、ガイガーヌッタルの法則に従い、非放射能が大きいほど、アルファ線のエネルギーが高くなる法則がある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。